吸い取れないようにして、いて、狙っちゃう。あ、そうか。あ、やられた。どうもどうも、まさとです。響きワールドへようこそ。はい、ということで今日はネザーでの作業となります。ある程度はね、下準備できております。ただ搬入作業うまくいくかな。で、あとね、もう声聞こえてますけども、ガストが飛びまくってるんでね、ちょっと大変かと思うんですけれども、なんとかやっていきたいと思います。ということで早速始めてまいりましょう。はい、ということでこちらに新たに部屋ができております。こういう感じの部屋ですね。ここをね、ちまちまと収録外で作っておりました。ちょっと準備だけしておこうか。ガストが厄介だね。こうして。で、赤い石と、多分ここら辺はそんな使わないと思うけど、これと、こうですね。はい。で、金、かぶってるね。あ、先に下下ろそうか。もう安全のためにね。で、ガストがいるだろうから、これ取らないといけないね。さあ、どこにいる？今いないかな？今いないっすね。で、あらかじめね、ピグリン、ここに確保しております。P1、P2。で、この人が P3 かな？はい。今日はね、こちら何作るかと言いますと、研究所、研究施設みたいに見える、ピグリンによる交易でございます。金がね、金のインゴットが取れるようになったんで、それでね、ちょっと物をもらおうかなと思います。で、それの仕組みですね、やっていきたいと思います。で、下ろしていくんで、これもちょっと取っちゃって、ここね、レールでね、ちょっと落ちたら嫌だから結構繋いだんですよ。こっち下行って、で、向こうからね、ピグリン求めてね。で、渡りやすいようにね、俺、橋もちまちまと作っておりました。ちょっとこう曲げて。ここで来てもらいましょうかね。P1、あなただね。はい、行ってらっしゃい。ガストが来る前に。金装備だらけだね。あんたパンツ履いてんの？履いてないかな？で、ここはちょっと後でまたね。ああ、壊しちゃったね。ああ、壊しちゃったね。で、蓋したしていきます。え、狙われてる？なんで？私何か悪いことしました？かぶってるよね。いて。ね。それじゃあ、ちょっと邪魔なんで防御だけしとこうか。今は大丈夫だよね。狙われないように。とりあえずこれで見えないようにして、まずここの準備ですね。っていうより、ドロッパーで金、金印ごと渡さなきゃいけないんで、この印がここなんですよね。で、ここかな。で、ここか。ドロッパーに伝える信号で、トーチ下から信号をね、持ってくるんで、ここだよね。これで今ついてると思う。
ついてますね。はい、だから順番にこれ設置してって下行きます。あ、狙われるパターン大丈夫？で、どこまで来てる？ここら辺から信号をやる感じになるのかな。上が消えてるからね、一番上がね。消えてますね。タイルと、あ、黒ガラスは関係ないんか。で、ここを閉じると。こうですね。ここにドロッパーで。あ、そうか、これ補充も考えなきゃいけないですね。まあ、補充はまた後で考えましょう。先に。完成させることですね。こうですよね。ちょっと高めの位置にします。で、これ下のスペースね、なぜこうなってるかと言いますと、あの仕分け機、ゆくゆくは仕分け機つけようと思ってます。安山岩で、要はこういう感じですよね。はい、しゃあない、こうつなごうか。はい、入りましたね。こうしまして、ここがうまくいくかなんですよね。あ、出ちゃった。失敗じゃん。あ、トロッコ吸い取っちゃったか。じゃあね、ちょっと作戦変更、吸い取れないようにして、いて、狙っちゃう？あ、そうか。あ、やられた。うわ、こっちに戻ってきた。あー、時計取られた。いた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 。なんで？あ、そうか、ヘルメットかぶってないからだ。あー、取られてるわ。チェスト開けたからだね、多分ね。レギンス取られちゃった。ちょっといらない。ちょっとまたか、またか。ですね、あのピグリンにですね、結構取られちゃってるので、ね、防護ちょっと倒します。どこにいる？いてて、あれ、どこ行った？あれ、あいつ向こう行っちゃった。あ、外出ちゃった。あ、もう変わっちゃってますね。はい、取り返しました。あ、時計も返ってきたね。あ、弓紛失しました。ですね、原因はこれ開いちゃったからですね。シルカーとかね、それが原因です。ちょっと一旦オーバーワールド戻って仕切り直します。あ、狙ってるわ。
あ、狙ってる。頭かぶってないもんね。これでどう？大丈夫？これで、はい。今、これだよね。ここに置いといて、P3 から入れるか。外せる？怖いな。よし。で、あれ見つけるかな。あ、そっち行きます。あ、乗らんか。あ、しまった。そっち入ってくれる。よし、オッケー。最初からこうすればよかったね。無駄なロスしてしまったな。まあ収録外でまた入れときます。入れます。とりあえず稼働、今日は稼働させることが優先ですからね。よし。あ、レールが越えられないか。よし、入っちゃって。はい、オッケー。ちょっと下で準備します。で、ここにですね、信号を与えなきゃいけないんですけど、どうだっけ。あ、そう、こっちから信号を送らなきゃいけないから、1個離さなきゃいけないんだね。このこうかで、ちょっとこれかまして、で、これやって粘着ピストンと、で、信号台ね。で、粘着ピストンをこうつけて、こうだよね。で、どれだけの数いるんかな。とりあえず20入れて動かしながら調整しましょうか。こっちに入るようにしたらいいんだよね。で、これで消えるよね。で、金インゴットちょっと持っていきます。これでカチッって音鳴るはずだけどね。こっちは外したんだっけ。外してるよね。あ、鳴ってるよね。ワンスタックずつ入れて、出たね。この間隔を変えなきゃいけないと。ちょっと減らそうか。何個入れたんだっけ ?20 入れたんだっけ ?5 を減らすか。
と5を減らして、あと2個、まあいいか、これでとりあえずこれでやっていきましょう。ちょっと1個だけ減らしました。うん、いいよね、これで。取って、つけて、で、ここだい。ね。で、これで入っていくと。どう？感じじゃない？あ、えらいいっぱいだな。ホッパー回収して、これすぐ溜まるね。でもこれ結構種類あるから、仕分け機作るよりもチェストに入るようにした方がいいんかな、とふと思う。種類多すぎだよね。まあとりあえずこんなところか。グダグダだよね今日は。はい、ということで今回はピグリンの交易所、作ってみました。研究施設のような、ピグリンの交易所ですね。もうちょっといい感じに仕上げられたらなと思うんですけれども、仕分け機ね、ちょっと種類多すぎてちょっと作るの無理かもね。これはね、ちょっとその辺もうちょっと考えます。ある特定のものだけ仕分けるようにした方がいいのかもしれない。で、その他のものを集中させるかという感じで持ってってもいいのかもね。はい、という感じでございます。あとここ最初に失敗した子の代わりをこっちに連れてこないといけませんね。はい、そちらの方はまた収録外でやっておきます。ということで今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。